今日は市場で買ってきた薄葉ハギ、内輪ハギですね。兵庫県の方では内輪ハギと呼ばれているみたいです。1匹500円です。で、お刺身用ということでしたので、こちらをさばいてお刺身でいただきたいと思います。で、アラからですね、いい出汁が出るということなので、そちらはですね、お出汁にして、お味噌汁などに入れて食べたいと思います。はい。では、さばいていきます。ここを切り落とします。はい、で、ここから皮を剥いでいきます。皮がきれいに剥げました。ここの頭の骨を断ち切って下の部分は縦に裂いておいて、こうかな。はい。ですね。目玉は下から押したら取れそうなので取ります。はい、で、アラはこのような形です。で、本体ですね。薄い膜がありますね、ここに。血合いの薄い膜があるので、これは切って、ここの血合いも取っていきます。しっかり血合いが入ってますね。はい、洗います。ね、はい、では3枚におろしていきます。まずは上から、これ邪魔やな。この辺からか。刃先が滑らんな。よいしょ。あ、なんとかきましたね。で、反対側も3枚おろします。
この辺が引っかかるな。3枚に下ろせました。これはちょっとアラに使えそうなので、ちょっと細切れにしてアラにしてみます。この色は悪いからこれは今日は落とします。で半分を刺身で半分を、切り身にしたいと思います。ちょっと赤い血合いの部分、これはちょっと何かわかんないですけど、絶対美味しくないと思うので、こうやって取ります。こっちもですね。して、こっちは皮を残して炙りにします。こっちは普通のお刺身にします。ちょっと今無理かな。酢造りですかね。ちょっとあの身が硬い、中は萩と一緒なんで身が多分硬いと思うので薄くできればと思います。できるかな。これは一旦アラの方にしてでは残り、こっちの皮目の方はですね、食べる直前にまた炙って切りつけていきたいと思います。はい、肝と薄造りと、これは焼いて薄造りと、でこちらがアラで、こちらが唐揚げとかにする分ですね。こちらで完成です。実食していきたいと思います。ありがとうございました。